バスポールがそのまま残されていた旧、横浜バスストップ国道16号、相模原方面からの入り口と、道ほどがやバイパス方面への出口のアプローチ線を、結ぶ細い道路に横浜バスストップは存在していた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成横浜バスストップは、かつて、神奈川県に横浜市緑区の東京都町田市との、 境界付近、東名高速道路横浜町大インターチェンジに併設されていた、東名ハイウェイバスのバス停である、東名横浜と表記されていた。国道16号相模原方面からの入り口と、小戸ヶ谷バイパス方面への出口のアプローチ線を結ぶ、第2小道橋上にバス停が設置されていた。横浜インターチェンジの出口を一旦出てからバス停により、 再び高速に入るという構造のため、出口付近での渋滞に巻き込まれることが多かった。この渋滞回避のため停車する便は、もともと少なく、また徐々に本数が減らされて末期は、急行便数本のみの停車となり、横浜青葉インターチェンジ開通から1年後の1999年に廃止された。廃止後は、ハイウェイバス専用の車道に、フェンスが張られ、 歩行者が立ち入りできなくなっている。なお、現地には長らく開業当初からの標識類が残されていたが、2018年に撤去された。東京都町田市にある東名横浜町田インター、停留所が一般道では、資金の停留所となるが、本数は極めて少ない。また周辺は、自動車販売店や工場、ラブホテルが立ち並ぶ地域である。バス停自体は、 東名横浜インターと表記されており、現在は休日一本のみ。かつては鶴間駅東口から東亭流所を経由して、再び鶴間駅東口へ戻るまで英語系統も運行されていた。国道16号上にあり、若葉台中央方面のバス停の真向かいに東亭流所が存在していた。なお、鉄道では東急田園都市線の南町田駅が最寄りとなる。 ありがとうございます。